典型的な猫背は胸椎が曲がり、骨盤が後ろに傾いて背中が丸まっている状態を指します。一方巻き肩は肩が内側に巻き込んでいる状態です。巻き肩であっても背中まで丸まっていない、つまり猫背ではない人もいますが、巻き肩が悪化していくとやがて猫背になっていきます。巻き肩や猫背になってしまうと肩甲骨の位置にズレが生じた状態になります。それが肩こりや首のこりの原因の一つになります。その他次のような症状にも関係があるとされています。肩甲骨剥がしによって巻き肩を含む肩甲骨の不適切な状態を正すことで、巻き肩や猫背の予防・改善、その他の様々な症状の軽減にもつながっていきます。この DVD ではまず肩甲骨の状態の見方を解説し、その次に様々な肩甲骨剥がしの手技を実演していきます。そして最後に骨盤調整を含めた腹筋式肩甲骨剥がしの一連の流れを紹介していきます。肘を曲げまして、手を後頭骨の方に軽く置いていただいて、右手で肘を持って、左手はこの肩甲骨を上から圧迫します。圧迫しつつ右手で肘をぐっと上に上げていきます。このモデルさんの場合には水平よりも少し上に上がって、嘘でだいぶですね、だいぶ上がりますけれども、これ上がらない人が今ほとんどです。水平まで行くでももうギリギリ、そしたらもうその人の行ける範囲で結構ですので、この辺ならもうこの辺で押さえずつこれをぐっと伸ばしてください。そしたらちょっとこの角度をちょっとこっちに変えてやりますと、またこの辺違った筋肉が伸びますので、2回ぐらい位置を変えるとより効果的です。これも1回、2回というふうにやっとくのと、押さえて1、2、3、4、5、これぐらいちょっと持続圧を加えておきますと、よりここがよくほぐれます。今度はちょっとタオルを使った牽引とかをやってみたいと思います。タオル、これはバスタオルを2枚丸めたものですけれども、場合によってはこれ工夫して1枚でやったり2枚にやったりとか、いろいろ患者さんに合わせて工夫してください。じゃあちょっと上体を起こしてください。起こしました。このギリギリのところにこう当てまして、でゆっくり寝てください。これいっぺん寝るとき支えてやってくださいね。それから両手を上に持ち上げます。こうしてゆっくりゆっくりこうぐーっと牽引します。これ何も腰に当てない場合と、これ当てた場合とどう違うかと言いますと、腰というのはもともと生理的なカーブがあるわけですけれども、こうやって生理的なカーブを作った上で引っ張ると肩甲骨が柔らかくなります。腰のカーブを作ることがとても大事ということですね。